レッスン1「宿泊費の節約」アンナさんこんにちは滞在のお得な割引を見つけました絶対に利用する価値がありますこんにちはジョンそれは素晴らしいニュースだ「宿泊費を節約するのはいつだって良いことだ」間違いなく。 これにより、旅行中に他の体験に柔軟に費やすことができます。私も同感です。お得に宿泊すれば、予算を賢く配分できる。さらに、貯めたお金をアクティビティや郷土料理に使うことができます。絶対に。 食事を通して現地の文化を体験することは、旅行中の私の大好きなことの一つです。こっちも同じ。さまざまな料理や味を試すことは、新しい場所に浸る素晴らしい方法です。食べ物が地域の伝統や歴史を理解するための入り口になり得るのは驚くべきことです。本当です。 一口食べるたびに物語が語られ心に残る思い出が生まれます思い出といえば素敵な旅行写真を撮影するためのコツはありますか間違いなく一つのヒントは写真を撮るときにさまざまな角度や視点を試すことですそれは素晴らしい提案です。 これにより、私たちの写真コレクションに多様性と視覚的な面白さが加わります。もう一つのヒントは、適切な照明を待つことです。自然光は写真の品質に大きな違いをもたらします。私は完全に同意します。照明は絵の色や雰囲気を引き立ててくれる。また、 写真に自分自身を含めることも忘れないでください自撮りしたり誰かに写真を撮ってもらったりすると素晴らしい思い出を作ることができますそれは本当ですその場所での私たちの存在を思い出すために自分たちが写っている写真を何枚か持っておくのはいいことです絶対に旅の思い出に個性を添えてくれます ところで、私たちの旅の交通手段について考えたことはありますかはい、飛行機と電車の両方を検討してきました。距離や好みにもよります。それは良い点です。飛行機の方が早いですが、電車の旅の方が景色が良く、のんびりできます。まさに。 決定を下す前に、各オプションの長所と短所を比較検討する価値があります。同意した。旅そのものが目的地と同じくらい楽しいこともあります。それは美しい言い方です。旅にはそれなりの魔法と発見があります。絶対に。 冒険を受け入れあらゆる瞬間を最大限に活用することがすべてですよく言ったお得な割引素晴らしい写真素晴らしい体験でこの旅を忘れられないものにしましょうこれ以上は同意できませんでした喜び発見そして美しい思い出に満ちた素晴らしい旅へ 乾杯私たちの旅がワクワクし、新しいつながり、忘れられない瞬間に満ち溢れますように。レッスン2準備と文書化アンナさん、こんにちは。明日の会議に書類や参考資料を持参すべきですかこんにちは、ジョン はい万が一の場合に備えて予備の資料を持参することをおすすめしますそれは理にかなっています常に準備を整えて必要なものをすべて手元に用意しておいた方がいいです絶対に追加の書類を用意しておくと会議中の背景やサポートが深まりますさらに 私たちが努力し、議論に貢献する準備ができていることも示していますまさに、それは私たちのプロ意識と細部へのこだわりを示しています具体的にどのような書類を持参すべきか、何かアドバイスはありますかまあ、それは会議の目的に依存します 議題を見直して、特定の資料が言及されていないか確認することが重要です。それは良い点です。アジェンダを見れば、対象となるトピックが明確になります。さらに、議論される可能性のある関連するレポート、調査、またはデータのコピーを用意しておくと常に役立ちます。私も同感です。 これらのリソースをすぐに利用できるようにしておけば、会議中に参照できるようになります。ディスカッション中にメモを取るために、メモ帳とペンを持参することもおすすめします。間違いなく、メモを取ることは、エンゲージメントを維持し、重要な情報を保持するのに役立ちます。 さらに、私たちが会議を大切にしていて、重要なポイントやアクションアイテムをすべて記録したいと思っていることもわかります。絶対に大事なのは積極的に行動し、会議の目標に対するコミットメントを示すことです。他に何か持っていくべきだと思うものはありますかまあ、 必要ならば私たち自身の文書のコピーを何枚か用意しておくと役に立つかもしれませんそれは素晴らしい提案ですこれにより会議の参加者全員が同じ情報にアクセスできるようになりますまさに透明性を促進し参加者間のコラボレーションを促進します そして、前向きな姿勢と心を開くことを忘れないでください。これらは生産的な議論に欠かせないツールです。これ以上は同意できませんでした。会議の成功には、私たちの考え方と貢献する意欲が重要な役割を果たします。レッスン3フィットネスジャーニーのヒントアンナさん こんにちは。あなたはフィットネスに素晴らしいアプローチをしていることに気づきました。フィットネスを始める人に何かアドバイスはありますかこんにちは、ジョン。褒めてくれてありがとう。フィットネスを始める人にとっては、一貫性が重要だと思います。それは素晴らしい点です。一貫性は良い習慣を身につけるのに役立ち、 時間の経過とともに進歩することを保証します絶対に現実的な目標を設定し自分に合ったルーチンを確立することが重要です私も同感です達成可能な小さな目標から始めることで自信を高めモチベーションを高く保つことができますまた自分が楽しめるアクティビティを見つけることも重要です フィットネスは面倒なものである必要はありません。楽しく充実したものにすることができます,です。好きなアクティビティに参加することで、集中力を保ち、ワークアウトを楽しみにすることが容易になります。さらに、自分の体に耳を傾けることも重要です。自分の気持ちに注意を払い、それに応じて調整してください。それは貴重な点です。 休息と回復は運動そのものと同じくらい重要です。絶対に。休息は筋肉を修復して強く成長させ、長期的には怪我を防ぎます。健康的な食習慣をフィットネスの旅に取り入れるための提案はありますか はい、栄養はフィットネスの目標を達成する上で重要な役割を果たします果物野菜赤身のタンパク質をたっぷり含んだバランスのとれた食事を心がけましょうそれは素晴らしいアドバイスです栄養価の高い食品で体に栄養を与えるとトレーニングに必要なエネルギーが供給され回復に役立ちます水分補給も重要です 十分な水を飲むと、全体的な健康とパフォーマンスが向上します。これ以上は同意できませんでした。水分補給は見過ごされがちですが、最適な機能を発揮するためには必要不可欠です。もう一つのヒントは、辛抱強く待つことです。結果が出るまでには時間がかかり、旅の仕方は人それぞれです。 これは重要なリマインダーです。途中で小さな勝利を祝い、挫折に落胆しないことが重要です。まさに、プロセスを受け入れ、ライフスタイルにもたらしているポジティブな変化に集中してください。フィットネスを始める人におすすめのリソースやツールはありますか そうですね。ワークアウトルーチントラッキング機能、さらにはサポートとモチベーションのためのコミュニティを提供する優れたフィットネスアプリやオンラインプラットフォームはたくさんありますそれは素晴らしい提案ですリソースにアクセスでき支援してくれるコミュニティがあれば旅をより楽しくすることができますレッスン4アーリーチェックイン アンナさん、こんにちは。質問があります。ホテルでのアーリーチェックインに追加料金はかかりますかこんにちは、ジョン。いいえ、アーリーチェックインに追加料金はかかりません。ただし、ホテルの空き状況によってはご利用いただけない場合がございます。それは知っておくと良いことです。チェックインの時間に柔軟に対応してくれるホテルはありがたいです。 旅行体験をより便利にすることができます絶対にホテルがアーリーチェックインに対応していればゲストが遅れることなく落ち着いて1日を始めることができるので常に役に立ちます私も同感です長い旅の後に目的地に到着し部屋に入る前に何時間も待たなければならないのはかなり疲れます 私は完全に理解しています。旅の疲れは現実のものです。アーリーチェックインのオプションがあるとゲストの満足度に大きな違いが生まれます。間違いなく。では追加料金なしで通常どのくらい早くチェックインできるのでしょうかホテルによって異なりますが通常 空き部屋がある場合は、正式なチェックイン時間の数時間前であっても、アーリーチェックインが可能です。それは知っておくと良いことです。ホテルはゲストの快適さを優先し、可能な限りアーリーチェックインに対応するよう努めていると聞いて心強いです。はい。 旅行者はスケジュールが異なりフライトの到着やその他の状況に応じて計画を調整する必要がある場合があることを理解していますそれは本当です特に早朝のフライトや長時間の乗り継ぎがあるときにはこのような柔軟性があるのはいいことです絶対に。 アーリーリチェックインはスムーズに移行できゲストはリフレッシュしてすぐに目的地の探索を始めることができます想像できます荷物を下ろしてシャワーを浴びて時間の制約なしに探検に出かけたら最高ですね確かに。 これにより残りの旅行はポジティブな雰囲気になりゲストは新しい都市や国での時間を最大限に活用できますそれこそまさに私が探しているものです旅行経験を最大限に生かし目的地での時間を最大限に活用したいと思っています私は完全に理解しています アー,リーチェックインは旅行全体の体験を向上させ便利でスムーズな旅のスタートを可能にしますあなたの洞察に感謝しますアーリーチェックインは通常追加料金なしで可能であることを知っておくと便利ですそれを明確にしていただきありがとうございますレッスンンンコーヒーデーヒデトプランニングアンナさん こんにちは。コーヒーを飲みに会おうと思っていました。空いてるこんにちは、ジョン。素晴らしいですね。20分くらい空いてるよ。パーフェクト。そこで会おう。素晴らしい。お気に入りのカフェでデートしましょう。追いつくのを楽しみにしています。 私も最後に会ってから久しぶりだあなたの人生で何が起きているのか聞いてワクワクしています同様に物事がどうなっているのか知りたいですコーヒーを飲みながらリラックスしておしゃべりするのもいいですね絶対にコーヒーデートはカジュアルな会話に最適です 居心地の良い居心地のよい雰囲気を醸し出しつながり分かち合うことができますこれ以上は同意でできませんでした。コーヒーを飲みながら有意義な議論をすることには何か慰めがあります間違いなくリラックスした雰囲気になり時間のプレッシャーなしにお互いの会社を楽しむことができます。 それがコーヒーデーツの魅力です。私たちは時間をかけて、その瞬間に真に存在することができます。私は完全に同意します。忙しいスケジュールから離れて、リラックスして休憩する機会です。絶対に、多忙な生活の中で、つながりやリラックスの瞬間を優先することが重要です。 これ以上は同意できませんでした。人生が楽しくなるのは小さな一体感の瞬間だ。よく言った。ジャーコーヒーの注文はなんだ。今日は何か新しいことに挑戦してみたいです。普段はカプチーノを飲みますが、今日は抹茶ラテを選ぶかもしれません。楽しくて爽やかなチョイスです。 そそそれれは興味をそそられるねやってみないと普段はアメリカーノのファンだけど新しいフレーバーを探求するのはいつも楽しい絶対にコンフォートゾーンから出て新しい味を発見するのは良いことですもしかしたら新しいお気に入りが見つかるかもしれませんそれがワクワクする部分です。 コーヒーとその多様なフレーバーに関しては、可能性は無限大です。確かに。コーヒーは人々を結びつけ、会話を促す普遍的な言語です。全くその通りだ。つながりを築き、有意義な交流を促進する方法があります。 今日このコーヒーデートができてよかったです。再会し、お互いの会社を楽しむ素晴らしい機会です。私も同じように感じます。この時間を最大限に活用して、大切にできる思い出を作りましょう。レッスン6ビジネス取引の締結アンナさん、こんにちは。 提案に取り組んできましたが、完璧だと思います。検討したら、取引の最終決定に向けて進めることができます。こんにちは、ジョン。それは素晴らしいニュースだ。その提案がうまく進んでくれて嬉しいよ。一緒に見ていきましょう。すべての重要なポイントを網羅し、裏付けとなるデータと分析を含めるようにしました。 素晴らしい各セクションを注意深く見直してすべてが明確で適切に提示されていることを確認しましょうエグゼクティブサマリーにはプロジェクトの概要と潜在的なメリットが簡潔に記載されていますこれは利害関係者の注目を集めバリュープロポジションを強調するために不可欠ですまさに 次に、プロジェクトの詳細な説明とタイムライン、スコープと成果物のレイアウトができました。プロジェクトの内容と予想されるスケジュールを包括的に理解することが重要です。また、財政的な実現可能性を示すために、予算とコストの分析に関するセクションも含めました。 これは利害関係者が必要な投資と潜在的な投資収益率を評価することが重要ですさらに潜在的な課題と緩和戦略を特定するリスク評価も準備しましたそれは素晴らしいです。 これは私たちが潜在的な障害を徹底的に検討しそれらを克服するための計画を立てていることを示しています最後に実行を確実に成功させるための実装と監視プロセスに関するセクションを掲載しました望ましい結果を達成するには進捗状況を監視し途中で調整を行うことが重要です 提案を一緒に検討すれば、意思決定者に提示する準備が整うと思います。同意した。その一歩を踏み出す前に、文書が宣伝されていて説得力があることを確認したいのです。提案が完成したら、利害関係者とのミーティングをスケジュールして詳細に話し合うことができます。 それが次のステップです。お客様からの質問や懸念にお答えする機会があります。問い合わせに回答し、必要に応じて追加のサポート情報を提供できるように準備しておくことが重要です。絶対に。お客様からの質問を予測し、必要なデータを準備しておくことで、当社の立場が強化されます。 提案を提出したら、相互に有益な合意に達するための交渉を行うことができます。交渉により、パートナーシップを成功させるために契約条件を微調整することができます。そして、すべてがうまくいけば、取引の最終決定と必要な契約の締結に進むことができます。 それが究極の目標です。私たちはもうすぐそこまで来ており、このパートナーシップを確保できると確信しています。ご協力と専門知識に感謝します。このプロセスを通して、皆さんの意見は非常に貴重でした。レッスン7空港のセキュリティチェックアンナさん、こんにちは。 セキュリティチェックの準備はできていますかこんにちは、ジョン。はい、そうです。液体は必ず透明なビニール袋に詰めました。それは重要です。バッグはジャケットや電子機器と一緒にトレイに置くのを忘れないようにしてください。そうだね、そうするよ。靴を脱ぐのも忘れないよ。 セキュリティ検査には必要ですお疲れ様でしたこれによりプロセスのスピードアップと徹底的な検査が可能になりますまた金属探知機が作動しないようにベルトやジュエリーなどの金属製アクセサリーもすべて外しますそれは賢明な決断でな時間を節です 不必要な遅延を防ぐことができます。ラップトップやその他の電子機器は、スキャンしやすいように別のトレイに置きます。素晴らしい。これにより、セキュリティ担当者は電子機器をはっきりと見ることができます。 液体制限に準拠するためにトイレタリーを旅行用サイズの容器に詰めてよかったですそれは賢いやり方だ問題を回避するためには規制に従うことが不可欠です身分確認のためパスポートと搭乗券に簡単にアクセスできるようにしておきます。 それは非常に重要です。安全で、しかも簡単に手が届く場所に保管してください。警備員から頼まれれば、ジャケットを脱いでトレイに入れる準備をしておきます。その通りだ。手順をスムーズにするために、指示に従ってください。 また、鋭利なものや制限を超える液体など機内持ち込み手荷物の持ち込み禁止品にも気を配ります絶対に旅行前に禁止品のリストを確認することが重要ですまた、ラップトップやその他の電子機器は簡単に取り外して検査できるように梱包しました。 それは良い戦略です。セキュリティチェックを合理化するのに役立ちます。レッスン8ショッピングのコツアンナさん、こんにちは。アイデアがあります。お買い物のコツを教えてもらえます。こんにちは、ジョン。素晴らしいですね。 買い物に役立つアドバイスをいつも探してるんだ。私が持っている一つのヒントは、店に行く前にリストを作ることです。集中力を保ち、衝動外を避けるのに役立ちます。それはいい考えだ。リストがあれば整理整頓ができ、必要なものが確実に手に入ります。もう一つのヒントは、 価格を比較してお得な情報を探すことです買い物をして一番お得なものを見つけるのが賢明です絶対に様々な店舗やオンラインプラットフォームをチェックすることでかなりの金額を節約できますまた、購入する前に製品レビューを読むことも役に立ちます品質と性能についての洞察を与えてくれます それは賢いやり方だ。レビューは他のお客様の体験から得た貴重な情報を提供します。服に関しては、買う前に試着することをお勧めします。正しいフィット感を確保するのに役立ちます。私も同感です。サイズはブランドによって異なるので、がっかりしないためには試着が不可欠です。 医療品ショッピングのもう一つのヒントは組み合わせて使用できる用途の広いアイテムに投資することですそれは素晴らしい点です用途の広いアイテムはより多くの服装の選択肢を提供しワードローブを最大限に活用します食料品を買うときは賞味期限を確認して新鮮な商品を購入することをお勧めします絶対に。 特に果物、野菜、乳製品などの生鮮品には鮮度が不可欠です。よく使うアイテムをまとめて購入するのもいいですね。長期的にはお金を節約できます。それは本当です。まとめ買いは費用対効果が高く、買い物に行く回数も減ります。 オンラインで買い物をするときは、製品の説明と使用を注意深く読むことが重要です。絶対に、製品の詳細について十分な情報を得ておくと、情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。オンラインで購入する前に返品ポリシーを確認することも賢明です。安心できます。 それは良い思い出です返品ポリシーは様々であるため利用規約を知っておくことは不可欠です最後にセールやプロモーションイベントを記録しておくとお得な情報を得るのに役立ちます間違いなくニュースレターを購読したりソーシャルメディアでストアをフォローしたりすると割引の最新情報を入手できます ショッピングのヒントを共有していただきありがとうございます。あなたからいくつかの貴重な洞察を学びました。レッスン中、チョコレートケーキを焼くアンナさん、こんにちは。これから作るケーキの素晴らしいレシピがついに見つかりました。こんにちは、ジョン。それは素晴らしいニュースだ。始めるのが楽しみです。 ケーキを作るには小麦粉砂糖ココアパウダー卵が必要ですパーフェクト始める前に材料をすべて集めましょうバターミルクベーキングパウダーバニラエキスも必要です注目キッチンにすべての準備が整っているか確認します。 すべての材料が揃ったら、計量と混合を開始できます。レシピの指示に正確に従うことが重要です。まず、小麦粉、砂糖、ココアパウダー、ベーキングパウダーなどの乾燥した材料を組み合わせます。乾燥した材料をふるいにかけ、しこりがないことを確認します。 別のボウルに卵牛乳溶かしたバターバニラエキスなどの湿った材料を泡立て器で混ぜます泡立てることで滑らかでしっかり溶け込んだ生地ができます次に乾燥した材料を湿った混合物に徐々に加えよく混ざるまでかき混ぜます。 ケーキが濃くなる可能性があるので、混ぜすぎないようにしたいです。練り粉の準備ができたら、油を塗ったケーキパンに注ぎます。ケーキがくっつかないように、鍋に均等に油が塗られていることを確認してください。その後、ケーキを予熱したオーブンで指定された時間焼きます。 推奨されるベーキング温度と時間に従うことが不可欠です。焼いた後、ケーキを完全に冷ましてからフロストします。冷却プロセスにより、フロスティングが溶けたり滑り落ちたりすることはありません。ケーキにはおいしいチョコレートガナッシュまたはバタークリームのフロスティングを選択できます。 どちらのオプションも楽しいですね。そのチョコレートの美味しさに抵抗するのは難しいでしょう。おいしい自家製チョコレートケーキを作る準備をしましょう。気をつけて。レッスン10イタリアの美食アンナさん、こんにちは。食べ物好きの仲間として、 次にどこに行けばいいのか迷っていますこんにちはジョンイタリアは美食の天国です絶対に検討すべきだイタリア料理は風味豊かで郷土料理も多様だと聞きました絶対にパスタからピザ ジェラートまで、イタリアでは様々な料理を楽しめます。食事中心の旅行におすすめのイタリアの都市はどこですかローマ、フィレンツェ、ボローニャは食文化で有名です。カルボナーラやカチョエペペのような本格的なローマパスタ料理を試してみたいといつも思っていました。 それらの料理は確かに食欲をそそりますローマはパスタ好きのパラダイスですそしてフィレンツェは食欲をそそるフィレンツェのステーキジューシーなビステッカー・トラ・フィオレンティーナで有名です肉好きにはたまらない一品ですフィレンツェは料理の名産地です一方、 ボローニャは濃厚なラグーソースとトルテリーニでイタリアの食の都として知られています。ボローニャで私たちを待っている素晴らしい味は想像できます。まさに食通の目的地です。ジェラートも忘れないようにしましょう。イタリア全土で最も魅力的なジェラートショップが見つかります。 ジェラートはイタリアの美しい街を探索しながら楽しむのに最適なおやつです地元の市場を探索したり伝統的なイタリアの食材を試したりすることもできます新鮮な農産物や郷土料理を買うのは楽しい経験になるでしょうイタリアは 私たちが味わって楽しむための美食の旅を本当に提供してくれます。イタリア料理の味に浸るのが待ちきれません。気をつけて。絶対に忘れられない料理の冒険になるでしょう。次回まで。 レッスン11ワードローブの整理こんにちは、アンナ。私はたくさんの服を持っていて、私のワードローブはめちゃくちゃです。整理のコツはこんにちは、ジョン。私は間違いなくお手伝いできます。ワードローブを整理すると生活がずっと楽になります。どこから始めればいいの 私が持っているすべての服に圧倒されているように感じます整理整頓から始めましょう服を整理して何を保管するか寄付するか捨てるかを決めてくださいそれは理にかなっていますコンディションや履頻度でパイルに分けます 整理整頓が終わったら服をカテゴリー別にグループ化することを検討してください例えばトップスボトムスアウターウェアを分けましょうそれは良い考えのように思えますそうすると必要な時に特定のアイテムを見つけやすくなります各カテゴリー内では色やスタイルなど自分に合った方法でさらに整理できます 色別に整理すするというアアイデアが好きです見た目に心地よくまとまりのあるワードローブが作れますもう一つの役立つヒントは瓶仕切りハンガーなどの収納ソリューションを使用してスペースを最大限に活用し物を整理することですワードローブのスペースを最大限に活用するために必ずいくつかの収納ソリューションに投資します。 そして季節の服をローテーションすることを忘れないでくださいシーズンオフのアイテムは箱や真空密封された袋に入れて保管してくださいそれは素晴らしい提案です定期的に着る服を入れるスペースを開けることができます最後に定期的に衣類を指定された場所に戻して整理されたワードローブを維持するようにしてください 物事を整理して、二度とめちゃくちゃにならないようにする習慣をつけます。これらのヒントを実行することで、すぐに整理整頓された機能的なワードローブを手に入れることができます。アドバイスありがとうございます。散らかったワードローブを整理されたオアシスに変えることができてワクワクしています。 レッスン12契約の終了条項アンナさん、こんにちは。契約に解約条項を含めることを検討したことはありますかこんにちは、ジョン。もちろん、解約条項は双方に明確さと保護をもたらします。それは本当です。 契約をを解除できる条件を概説しています解約条項には解約の場合の各当事者の権利と義務を明記することができますまさに紛争を回避し明確な道筋を示すのに役立ちます。 解約条項には秩序ある解約プロセスを可能にする通知機関を含めることもできますそれは重要ですこれにより双方に調整や必要な手配をする時間が与えられます解約条項は一方の当事者が契約に違反した場合に対処できますはい。 違反が発生した場合の結果と救済策の概要を説明できますまた、不可抗力事象などどちらかの当事者の制御が及ばない状況を指定することもできます正しい不可抗力条項は不足の事態が発生した場合に当事者を責任から保護することができます 解約条項は契約の履行が不可能になった状況にも対応できます絶対に特定の条件でパフォーマンスが不可能になった場合に解決策を提供することができます解約条項はいずれかの当事者による未払いや不履行などの問題にも対応できます それは本当です。彼らはそのような状況の結果を突き止めることができます解約条項には早期解約または更新の条件を含めることで柔軟に対応できますはい、両当事者が契約の終了または延長に同意すればオプションを提供できます。 また一方の当事者が都合により解約を希望する場合にも対応できますそれは重要ですこれにより契約を破ることなく解約することができます解約条項は契約の性質と複雑さによって異なる場合があります絶対に。 各契約書に署名する前に、解約条項を注意深く見直し、交渉することが重要です。はい、法律上の助言を求めることは、条項が公正であることを保証し、両当事者の利益を保護するのに役立ちます。 契約交渉ではオープンにコミュニケーションを取り解約条件について話し合うことも重要ですそれは本当です明確なコミュニケーションは誤解を防ぎ期待を一致させるのに役立ちます結局解約条項は安心感をもたらし必要に応じてスムーズな大会を促すことができます 間違いなく、彼らは当事者が有効的に分かれるのを助け、潜在的な対立を最小限に抑えることができます。プロ意識を持ち、合意された条件を尊重して契約終了に取り組むことが不可欠です。絶対に、解約条項は健全で透明なビジネス環境に貢献できます。 レッスン13エキサイティングな新しいスマートフォンアンナさんこんにちはお店で新しいスマートフォンを見たことがありますか彼らは素晴らしく見えますこんにちはジョンはい気づきましたデザインはスマートでモダンです絶対にそして ディスプレイの品質は信じられないほどです。色はとても鮮やかです。私も同感です。高解像度の画面では、すべてがとてもシャープでクリアに見えます。高度なカメラ機能に気づきましたか素晴らしい写真やビデオを撮影できます。 はい、カメラ技術は大幅に向上しましたこれらのスマートフォンで何ができるかは印象的ですまた電話を高速かつ効率的にする強力なプロセッサが搭載されていますそれは本当ですパフォーマンスは最高でスムーズなマルチタスクやゲームが可能ですまた バッテリーの寿命も改善されたと聞きました。1回の充電で何時間も持ちこたえます。これは素晴らしい機能です。携帯電話がすぐに切れてしまうと、特に外出先でイライラします。絶対に。また、これらの新しいスマートフォンは高速充電にも対応しているため、すぐに使い始めることができます。 それは便利です高速充電は時間の節約になり携帯電話が再充電されるのを待たずに済みますもう一つのエキサイティングな機能は強化されたセキュリティオプションです。現在一部のスマートフォンには顔認識センサーや指紋センサーが搭載されています はい、これらのセキュリティ対策は個人情報が保護されていることを知っているので安心できますそして、ストレージ容量を見たことがありますかこれらの新しいスマートフォンにはファイル、写真、アプリをすべて保存できる十分な容量がありますそれは嬉しいですね ストレージが不足するのは面倒なのでより多くの容量があることは間違いなくプラスですまたこれらのスマートフォンの中には耐水性と防塵性を備えているものがあることにも気づきました偶発的なこぼれや落下にも耐えることができますこれは特に携帯電話に少し不器用な私たちにとっては便利な機能です。 絶対に耐久性が増し、携帯電話が日常生活で使えるようになりますまた、これらのスマートフォンには高度な AI 機能が搭載されていると聞きました彼らは私たちの様々な作業を手伝ってくれますはい、AI 統合はますます普及しつつあります私たちの携帯電話がどのように適応し 私たちの行動から学べるかを見るのは興味深いことです。間違いなく、ポケットにパーソナルアシスタントがいるようなものです。カスタマイズのオプションも印象的です。壁紙からテーマまで、ユーザーはスマートフォンをユニークにすることができます。それは楽しい側面です。 これにより私たちは個性を表現しデバイスをパーソナライズすることができます全体としてこれらの新しいスマートフォンは私たちのニーズや好みに応える幅広い機能と改善点を備えていますそれは本当ですスマートフォン技術の進歩は私たちの日常生活を豊かにし続けていますでは これらの新しいスマートフォンの購入を検討したことはありますか私は間違いなく誘惑されます。彼らには提供できるものがたくさんあります。もう一度その店に行って、よく見てみないといけないかもしれない。こっちも同じ。可能性を探り、どれが私たちに最も適しているかを見てみましょう。計画のように聞こえます。 新しいスマートフォンのエキサイティングな世界に飛び込んで私たちにぴったりのスマートフォンを見つけましょう同意した私たちのようなテクノロジー愛好家にとってはエキサイティングな時代ですそれを最大限に活用しましょうレッスン14人間関係における信頼の構築アンナさんこんにちは。 人間関係への信頼を築くためのヒントはありますかこんにちはジョン信頼はどんな関係にも不可欠です重要なヒントの一つは信頼性を保ち約束を果たすことですそれは理にかなっています約束を守ることは私たちが信頼されて義務を果たせるということを示しています 絶対に。もう一つのヒントは率直で正直なコミュニケーションをとることです透明性は信頼を築き誤解を避けるのに役立ちます私も同感です自分の考えや気持ちを率直に伝えることは信頼と信頼の基盤となります積極的に耳を傾けることも重要です 相手の言うことに真の関心を示し、相手の気持ちを確認しましょう積極的に耳を傾けることは、私たちが相手の視点を大切にしていることを示し、信頼と理解を育むのに役立ちますもう一つのヒントは、境界を尊重することです相手が設定した境界を尊重し、相手のコンフォートゾーンを超えて押し出さないことが重要です 教会を尊重することは私たちが相手の幸福を気にかけていることを示し信頼感と安全感を育みます信頼は一貫性によっても気づかれます言葉と行動に一貫性を持たせることは信頼感の確立に役立ちます一貫性を保つことで相手が安心し私たちの行動を信頼できる 予測可能な環境が生まれます信頼は双方向です他人を信頼することも重要ですそうではないことが証明されるまでその疑いの恩恵を彼らに与えなさいそれは素晴らしい点です他者を信頼することは最初は相互信頼を築くことを可能にし関係を強化します 信頼を築くには時間がかかるため、忍耐が鍵となります。プロセスを急がないで、信頼が自然に高まるのを許すことが重要です。忍耐力があれば、関係は独自のペースで発展し、信頼の強固な基盤が確立されます。最後に、間違えた場合は謝罪し、修正してください。 責任を取ることはあなたが関係を大切にし信頼を得ることに全力を注いでいることを示しています謝罪と償いをすることは生じた損害を修復する謙虚さと意欲を示し信頼を強化します信頼はどんな関係においても貴重な贈り物ですそれを確立し維持するには努力、一貫性 そして、相互尊重が必要です。絶対に信頼は強固で健全な関係の基礎を形成しそれによって両者の繁栄と成長を可能にしますこれらのヒントを覚えて私たちの関係への信頼を築き続けましょう投資すす。るるる価値のある生涯にわたる旅ですこれ以上は同意できませんでした 信頼を育み私たちのつながりを育みましょうそれは有意義な関係の基盤です確かに信頼は私たちの生活を豊かにし交流に深みをもたらしますそれを心から受け入れてみましょうよく言った信頼を築き 私たちに喜びと充実感をもたらす深く永続的な関係を育むことが大切です。レッスン15ライズシャリンこんにちは。アンナ、今日は早く起きましたかおはようございます。やあ、そこ。はい、日の出で目が覚めました。 一日を始めるにはとても爽快な方法です。それは素晴らしい。早起きするのはいつも大変だと思いますが、それがその日のポジティブな雰囲気になることはわかっています。絶対に。一日を早く始めることで、喧騒が始まる前に自分の時間を増やし、仕事を成し遂げることができます。 私も同感です。エクササイズ、瞑想、読書など、個人の成長に集中できる穏やかな時間です。読書といえば、自己啓発に役立つおすすめの本はありますか間違いない。ジェームズ、クリアのアトミック、ハビットは素晴らしい選択です。良い習慣を身につけ、 悪い習慣を断ち切るための実践的な戦略を提供しますそれは興味をそそられるねそれを読書リストに追加するよ他に何かおすすめはエッグハルト・トールのパワー・オブ・ナウデュは変革をもたらす読み物ですこの本は今この瞬間に生きることと 心の平安を見つけることの重要性を探っていますその本について素晴らしいことを聞いたことがある必ず読んでみるよ提案ありがとうございますどういたしましてきっと洞察力があると思うよさて朝のルーティンについて話しましょう1日をポジティブに始めるのに役立つ習慣はありますか 絶対に。まずは軽いストレッチと数分の瞑想から始めるのが好きです心をすっきりさせその日の予定を立てるのに役立ちますそれは平和的に自分を集中させる方法のように思えますストレッチもルーティンに取り入れるべきだやってみる価値ありです ストレッチは体を目覚めさせ、柔軟性を高めるのに役立ちます。絶対にやってみます。1日を通してモチベーションと生産性を維持するためのヒントはありますか1一つのヒントは、タスクを小さく管理しやすい単位に分割することです。 やりすぎを防ぎ、各ステップを完了するたびに達成感を得るのに役立ちます。それは素晴らしい提案です。タスクを小さな部分に分割することで、より親しみやすく手間が省けます。もう一つのヒントは、重要度と緊急度に基づいてタスクに優先順位をつけることです。 これにより、集中力を保ち、本当に重要なことに確実に取り組めるようになります。優先順位付けが重要です。時間とエネルギーを効果的に配分するのに役立ちます。そのことは心に留めておきます。最後に、定期的に休憩をとって充電することが不可欠です。 数分間仕事を休むことで、生産性が向上し、燃え尽き症候群を防ぐことができます。私も同感です。休憩は心をリフレッシュし、疲労を防ぐのに役立ちます。仕事と休息の適切なバランスを見つけることが重要です。絶対に これらの戦略を実行することで私たちは朝を最大限に活用し一日を通して成功するための準備を整えることができます確かに早朝を受け入れて成長生産性セルフケアの時間にしましょうレッッスンン16ネットワーキングの機会やあんな。 トレードショーやネットワーキングイベントへの参加を考えたことはありますかこんにちは、ジョン。はい、職業上のつながりを広げ、業界のトレンドについて学ぶ絶好の機会になると思います。絶対に、見本市では、さまざまな分野の専門家や企業が集まり、貴重な洞察やネットワーキングの機会を提供することがよくあります。 志を同じくする専門家と出会い、潜在的なコラボレーションやパートナーシップにつながるアイデアを交換するチャンスです。それは本当です。これらのイベントに参加することで、強力な専門家ネットワークを構築することができ、キャリアアップに役立ちます。 ネットワーキングイベントではセミナーやパネルディスカッションを通じて業界のリーダーから学ぶ機会もありますはい経験豊富な専門家の話を聞くことで私たち自身の職業上の旅に役立つ貴重な知識とインスピレーションを得ることができますこれらのイベントには前向きな姿勢で取り組み新しい人との出会いを受け入れることが重要です 絶対に親しみやすく会話に参加することで有意義なつながりを築くことができますまた名刺も忘れずに持参してください連絡先情報を交換して印象に残すのに便利な方法です良い点ですよくデザインされた名刺があると プロフェッショナルで記憶に残る印象を残すことができます。さらに、自分自身や自分の仕事を簡潔に紹介するためのエレベーターピッチを用意しておくと便利です。それは不可欠です。説得力のあるエレベーターピッチは、興味をそそり、潜在的なつながりに永続的な印象を与えることができます。 もう一つのヒントは、イベント後に出会った人をフォローアップすることです。パーソナライズされたメッセージを送信したり、リンクトインでつながったりすることは、関係を育むのに役立ちます。フォローアップは非常に重要です。それはあなたがつながりを維持することへの真の関心を示し、将来の機会につながる可能性があります。絶対に ネットワーキングは継続的なプロセスであるためエンゲージメントを維持し気いた関係を育むことが重要ですネットワーキングは対面式のイベントに限定される必要はありませんオンラインプラットフォームやソーシャルメディアもプロフェッショナルネットワークを拡大するための貴重なツールになりえますそれは本当です 仮想ネットワーキングはますます人気が高まっており世界中の専門家とつながることができます機械を最大限に活用するには物理的なネットワーキングイベントと仮想的なネットワーキングイベントへの参加のバランスを取ることが重要です間違いなく、 両方を組み合わせて検討することで、リーチを広げ、新しい可能性への扉を開くことができます。よく言った、トレードショーやネットワーキングイベントに参加することは、私たちの職業的視野を広げ、貴重なつながりを築くための積極的な方法です。絶対に これらの機会を活用することで、私たちは職業上の成長を促進し、強力なサポートネットワークを構築することができます。これらのイベントを探すことを優先して、これからやってくるネットワーキングの機会を最大限に活用しましょう。レッスン17新鮮な視点アンナさん、こんにちは。 テクノロジーの最新の進歩についてどう思いますかこんにちは、ジョン。テクノロジーの絶え間ない進化は魅力的だと思います。それは私たちの生活の様々な側面に新しい解決策と可能性をもたらします。絶対に、最新のイノベーションは作業を簡素化し、生産性を向上させる可能性を秘めています。 テクノロジーが医療、教育、コミュニケーションなどの業界をどのように変えたかは印象的です。確かに、これにより、遠隔医療を通じて医療がより身近になり、オンライン教育プラットフォームを通じて学習体験が向上しました。私も同感です。 テクノロジーはコミュニケーションにも革命をもたらし世界中の人々と簡単につながることができるようになりましたソーシャルメディアとメッセージングアプリの台頭により距離に関係なく友人や家族とのつながりを維持することが容易になりましたただしバランスをとりテクノロジーに時間と労力をかけすぎないようにすることが重要です それは本当です。バランスのとれたライフスタイルを維持するにはテクノロジーとの健全な関係を見つけることが不可欠です絶対に潜在的な欠点を念頭に置きながらテクノロジーを私たちの生活を向上させるツールとして受け入れるべきです欠点といえばテクノロジーがプライバシーとセキュリティに与える影響についてどう思いますか それは最もな懸念事項です。テクノロジーが進歩するにつれて私たちは個人情報とデジタルセキュリティの保護を優先しなければなりませんそのためプライバシー設定について常に把握し強力なパスワードを使用し機密情報をオンラインで共有する場合は注意が必要です同意した。 企業や組織にとってデータ保護を優先し、透明性の高いプライバシーポリシーを維持することも重要です。絶対にテクノロジーが責任を持って倫理的に使用されるようにするには、信頼と透明性が重要です。 今後、人工知能やバーチャルリアリティなど、テクノロジーにはさらにエキサイティングな可能性があると思います AI と VR の潜在的な用途は膨大であり、ゲームからヘルスケアまで、さまざまな業界に革命をもたらす可能性があります。 これらのテクノロジーが私たちの日常生活に与える変革的影響を考えると信じられないほどです確かにテクノロジーが進化し続ける中テクノロジーがもたらす機会に適応し活用することが私たちにとって不可欠です絶対に 好奇心を持ち続け、学び、オープンマインドを保つことで、刻々と変化するテクノロジーの状況を乗り切ることができます。よく言った、進歩を受け入れるだけでなく、テクノロジーの使用には警戒と責任を持ち続けましょう。